平岡神社宮司の中東です。当初は我が国が建国されたその3年前に霊山である生駒山に鎮座し、今年2683年を数えます。奈良時代に当社の神様を迎えて春日大社が創建されたことから元春日と称えられ、また河内の国一宮として古くから霊源ことのほか厚く信仰されてまいりました。境内は豊かな森に囲まれ、神前より湧き出る御神水は滝として落下し、根本は心身を和ませ、眼下に広がる大阪平野の眺望は俗人を忘れるに十分です。7年前より進めておりました造営事業が着々と進行し、御本殿の修復が間もなく完了し、今週神々様が元の御殿にお戻りになられる昇仙座祭を再行いたします。新しくよみがえる美しい御殿にご参拝いただき、大いなる幸せをお受けください。さて、ただいまは新型コロナウイルスが拡散し、日本はもとより世界の人々が苦しみ悩んでおります。これまで人類は疫病にたびたび悩まされ、その都度困難を乗り越えてまいりました。当社では疫病が鎮静するよう毎日大神様に祈りを捧げており、一刻も早く収束することを願っております。汚れという言葉は神代の昔から使われてまいりました。私たちの体は神気に満ちあふれています。無一物無尽蔵という言葉があるように、大いなる不思議な力が内在しているのです。これを神気とも言います。汚れとはこの不思議な働きである神気が衰え枯れることを言います。この枯れた神気を太古の人々は神います山や森に入って祭りを行い、大いなる神の木をいただいて、元の木の神の木をよみがえらせたことから元気という言葉があるのです。新型コロナウイルスが収束いたしましたら、元気が授かる太古の聖域である平岡神社へご参拝いただき、大自然の大いなる力、すなわち神の気を身に受けて免疫力を高め、健康で元気な日々をお過ごしくださいますよう念じております。